皆さんこんにちは。こんにちは。マネアンデュー TV の寄口咲と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですけれども、子育てしながらサイトファイヤーを実現する方法、イエーイ。ということで、僕たちこちらの本の著者でございます。著者でございます。はい、初めてのファイヤーということで、こちらそうサイトファイヤーに特化して解説する実践書になっております。はい、はい、でこの本の中でもね、話していることなんですが、はい、子育てしながらサイトファイヤーを目指せるのかということで、ね、今回作ってきましたね、動画を。はい、はい、見ていただければと思います。というわけで、はい、子育てするってことは教育資金も必要になってくるじゃないですか。そうですね。そう、教育資金とサイトファイヤー資産の両立が必要なんですよ。はい、バランスが大事なんですね。でこれどちらかを優先すると変なことになりまして、例えば早期リタイアを優先すると、はい、この教育費をケチるみたいな話になるわけじゃないですか。おかしいですよね。うん、そうですね。うん、はい、で一方で、うん、子供の自立を待ってからファイヤーを目指すとなると、うんうん、早期退職とは言えないじゃないですか。そうですね。はい、はい、なので、まあ、パートナーと考えておくこととしまして、はい、こちらね、どんな教育を行うのか、はい、住まいはどうするのか、うんうん、だったり保育はどうするのか、うん、教育資金をどう貯めるのか、はいはい、サイドファイヤーをいつ実現するのかということで、うん、はい、まあ、一口に子どもの教育って言っても、うん、まあ、どこで生活するのか、結構住む場所も大事ですもんね。そうですね、やっぱりエリアによってね、うん、教育熱ってこうだいぶ違ってくるというのもありますからね。だから中学受験するんだったら、うん、千代田区とか文京区がいいとか、そういう話になってくるわけなんですよね。うんうん、はいはい、あとはどう教育するか、まあ、あのちっちゃいうちから教育するのかとかね、うん、中学受験するかしないのかとか、うんうん、いろいろあると思うんですけども、はい、まあ、ここのバランスが必要だということです。うん、はいはい、そしてサイドファイヤー実現に向けての働き方なんですけども、はい、まあ、あの基本的には共働きしている場合は出産前後収入が減るじゃないですか。うん、そうなんですよね。うん、はい、で一方で子供が生まれると徐々に支出が増えていくんですよ。教育費もかかってくるし、はい、そうですね。だ支出が増えていくに対して収入もアップしていくような、そんな働き方が求められるっていうことなんですね。はい、うん、まあ、そこをちゃんとやっていかないとサイドファイヤーがなかなか厳しくなっていくっていうふうな話になります。はい、はい、で晩婚で出産する場合には、うん、まあ、結構このサイドファイヤーでも早期リタイアの部分がちょっと難しくなるかなと思うんですね。そうですね、やっぱり人生の後半で結構教育費とかね、うん、老後費用とかね、いろいろ貯めなきゃいけないですからね。そうなんです、うん、だからセミリタイアっていうのはちょっとここ諦めていただいて、うん、一方で経済的自立のシステムを作るには注力していただくというのはいいのかなと思います。はい、はいはい、でそして共働きならば2人とも正社員がベストということで、うん、はい、あの妻がですね、国保とか、扶養に入っていても出産育児一時金というのはもらえるんですよ。はい、もらえるんですが、ここに書いてるような出産手当金とか、はい、育児休業給付金というのは、うん、本人が職場の健康保険と雇用保険に加入する必要があるんですね。はい、そうですね。うん、だからここはやっぱり入って、うん、正社員でいる必要もありますし、うん、正社員でいるってことは厚生年金の金額も増えるんですね。はいはいはい、将来の年金も増えますから、はい、まあ、ここの部分もいいよねということです。うん、はい、あとはですね、例えば仕事を辞めてパートで復帰するって言った場合に、はい、パートっていうのは時給単価が低いじゃないですか。うんうん、で低いってことはたくさん稼ぐためには何時間も働かないといけないっていう風になって、はい、おかしな状況になってしまうんですね。はい、だから、まあ、正社員で時短勤務だったりとか、うん、フレックス勤務などで働き続けるだったりとか、はい、あとは夫が育児休暇を取るなどして、はい、夫婦ともに正社員として継続できる道っていうのを探せばいいのかなと思っております。そうですね、よくあるパターンだとすると、まあ、結構子供ができた時に一度退職をして、うんうん、子供が小学生ぐらいになった時に働き出そうかなっていう、うん、まあ、そういう方も多いんですけれども、そうするとなかなかね、その間こうキャリアが中断してるので仕事が見つかりにくいっていうこともあるかなと思いますね。そうですね、うん、はい、でじゃあ教育資金どれくらいかかるのかっていう話なんですが、はい、はい、こちらにスライドで用意したんですけども、幼稚園から高校卒業まで全て公立だと541万円ですね。はい、で全て私立だと1830万円ということで、うん、だいぶ違いますね。結構違うんですね。はい、はい、でこの幼稚園から高校卒業までの学習費の目安には、うん、一般的な塾や習い事の金額も含まれております。はい、はい、で右上が大学の費用ですね。はい、で大学はやっぱり4年間合計で300から500万はかかってくる、うん、ということなんですね。はい、でこの今紹介した数字には現れてこないのが右下のところですね。はい、2から3歳で早期教育を行う場合とか、うん、はい、
中学校受験をするっていう場合、はい、ここもやっぱり考えないといけないんですよね、別途ね。そうですね、今は小学4年生からね、塾に通う人多いんですけれども、うん、4年から6年の3年間で塾の総費用って300万ぐらいかかると。そうなんですよ、ということですね。そしてね、まあ中学受験しなくても高校受験が控えてますし、はい、あとはね、大学もこう一人暮らしするっていう場合もあるじゃないですか。そういったお金で援助する場合には、うん、ここの今紹介した数字には含まれてないので、はい、別途用意しないといけないということなんですね、うん、はい、だ意外にこう教育資金ってかかるんですよ、うん、結構ね、うん、ということなんですね、はい、で今言ったのをまとめて、だいたい子供一人に対して1000万から2000万円近くかかるんですが、はい、その1000万から2000万円を一度にドカンと用意しないといけないってわけじゃなくて、はい、小学校から高校までに関しては毎月の家計費でやりくりして、うん、はい、大学のお金は18歳までに貯めておくって感じですね、うん、はい、はい、でこちらの図はですね、はい、国公立に通った場合の教育費を示してるんですけども、はい、小学校だと月3万円ぐらい、うん、で中学校高校は月4万円ですね、うん、で大学は300万円ってしてます、はい、で小学校から高校までの間は家計費でやりくりですね、はい、だから毎月20万円投資している場合だと、うん、はい、この3万から4万円っていうのはできなくなるじゃないですか。そうですね、はい、だからここの部分に対してどう考えればいいのかってことで、はい、まあ、この間の収入を増やすのか、うん、うん、節約を増すっていうのは難しいと思うんですよ。そうですね、なかなかね、うん、もうすでにそれまでで結構な節約をしてると思うので、はい、うん、これ以上の節約は現実的ではありません、うん、で一方でこうサイドファイヤー達成までの期間伸ばすっていうことも考えてもいいのかなと思うので、はい、まあ、うまくやりくりしながら一応サイドファイヤー目指せますし、はい、できます。だからその間の収入を増やすのか期間をちょっとずらすのかっていうのは、うん、まあ、一応夫婦でねこう考えて話し合ってほしいなと思いますね、はい、はい、そしてこの大学のお金300万円っていうのは、うん、まあ、子供が18歳までに貯めないといけないんですね。これサイドファイヤーとは別で貯めないといけないということで、はい、まあ、一つ方法としては、うん、ちゃんと児童手当がありますから、はい、これを使わずに貯めておこうってことです、はい、うん、まあ、使わずに貯めると約200万円貯まりますから。そうですね、はい、大学資金が300万円だったら残り100万円でいいし、うん、500万円だったら、まあ、残り300万円ですよね、うん、を、まあ、自分で用意しようってことですね。そうですね、でこれ15歳の段階で200万円貯まるわけですからね、うん、結構いいですよね。そうです、うん、あとは、まあ、自分自身だけで貯めずに親や祖父母を頼るっていう目線もあるのかなと思いまして、はい、うん、はい、教育や育児資金などの贈与税が非課税になる例としてこういった制度があります、うん、はい、こういった制度が活用できるんだったらもうガンガン使っていこうということですね、うん、はい、で、まあ、一つね、教育資金の中で大学のお金は、まあ、子供に奨学金を借りてもらおうという手もあるかもしれません、うん、はい、であるんですが、うん、ファイヤーを目指していると都合が悪いんですね、うん、給付型の奨学金はそもそももらえないと思います。はい、親の資産とかを書く欄がありますので、はい、そうすると出ないんですよね。まあね、それに資産があればね、はい、そうなんです、出ませんよね。で金利が発生する貸与型の奨学金だったら、はい、まあ、借りられるとは思うんですけども、その時に子供は思うわけですよね、うん、親に資産があるのになぜ自分が返す奨学金を借りないといけないのか、うん、これ親子の亀裂が入ってしまうことになるので、まあ、やっぱりそのサイドファイヤーを目指すんであれば親自身が教育資金も用意しないといけないということなので、まあ、今回ねお伝えしたのは、はい、まあ、うまく同時並行できるように考えていくっていうプランを考えてみましたので、はいはい、ぜひ参考にしていただければなと思っております。はい、うん、で、まあ、残りのね300万どうすればいいのって言った時に、まあ、積み立てNISAを活用してもいいし、まあ、ジュニアNISAもね、はい、まだ使えますし、はい、あとはまあ別に貯蓄でもねいいと思いますので、はい、まあ、うまくサイドファイヤーとは別でやれるようなこう、はい、取り組みをねしていただければと思っております。はい、はい、というわけで、まあ、このような感じでですね、マネー &TV どんどん情報を配信していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たち Twitter やっております。はい、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。 See you。